そうですか。私はお二方の関係がどうであろうと、きちんと選ぶ必要があると思います。しかし私はそういった経験がありませんので、あなた様の言う通りにします。適当に選ぶと言っても範囲が広すぎて、何を選べばいいか、何かアイデアはありますか？え、本当にそれで気を引けるのでしょうか？今日のおすすめはステーキですよ。一体どうすれば話を聞いてくれるの？え、本当にモンド風焼き魚を送るの？確かに昼ご飯を用意してあげるって言ったことはあるけど、これでいいのかな。まあノエルが言うなら試してみるね。クイーン様、ベア様のお気持ちに気づいてくれるといいのですが、今回はきちんと手助けできたでしょうか？はい、すみません、休むと言っていたのに結局あなた様に頼ってしまって。そうだ、何か食べたいものがありましたら私におっしゃってください。すぐに用意しますので。あ、すみません、いつもの癖で。やっぱりベア様たちのことが心配です。ノエルは心配し始めたら何言っても聞かないよな。仕方ないから見に行ってみよう。はあ、ベア様？ああ、ノエル。クイーン様とデートはできましたか？はあ、もう言わないで。モンド風焼き魚を渡す前に食欲がないから何も食べたくないって言われたの。だったら無理やりあげるのもね。また次の機会に誘うしかないみたい。そんな、申し訳ございません。次は必ず最高のプレゼントを選びます。もういいよ、今回は私が悪いの。何でもあなたに任せるなんて。ノエルにも苦手な分野があることくらい分かってたはずなのに。大丈夫、気にしないで。あなたのせいじゃないから。じゃあ私行くね。はい、お気をつけて。大丈夫です。ただベア様のお役に立てなくて少し申し訳ないと思い。それはそうなのですが、私がこれで諦めてしまったら次またこのような助けが必要な人に迷惑をかけてしまいます。この分野の知識はありませんが、少なくとも知識を取り入れることから始めることはできるはずです。私今から騎士団の図書館に行ってみます。恋愛に関するガイドブックがあるかもしれません。もし次またこういう問題があっても必ず役に立てるように。仕方ない、見られた以上はこうするしか、あんたに手伝ってもらうしかない。なるほど、好きな人に会ったら一緒に何かを成し遂げるべきと。まだ酒が飲めない年でも美酒をたしなむことを学べ。なるほど、あ
相手の気を引くためには自分を高める必要があると。え？すみません、気づきませんでした。本に集中していて。恋愛に関する本を図書館から全て借りてきました。これを全部読めば私でも次は必ず役に立つアドバイスをしてあげられます。例えば少女ビーラの憂鬱、清泉の心など、どれも恋愛に関することが詳しく書いてあります。メイドデータ経験上、実例から学ぶのが一番手っ取り早いんです。あとこれも、酒場で使える会話、愛情にも近道が、など、すべて実用的な恋愛テクニックばかりです。やはり恋愛には論理的な指導は欠かせません。それとそれと、この本に書いてあるのは、あれ？大丈夫です。この本を読むのはまだ早いみたいです。やはり他の本から見ましょう。勉強も段階を積んでいかなくては。こんな本もあるなんて。この本にも、これって普通のことなのでしょうか？どうやらまだまだ勉強することが山ほどあるみたいですね。